今日から海の中道海浜公園ドッグランが再開されたということで早速やってきました。駐車場がきれいに舗装されています。入り口もホテルのフロントのようにきれいに改装されています。レストランが新しく作られていましたが、ワンコ同伴はダメだそうです。ドッグカフェも作ってほしいです。サッカーボールのようなテント張りの宿泊施設が作られています。今流行りなんだそうです。宿泊者向けの入浴施設だそうです。日帰り入浴はできるのか受付で聞きましたが、わからないと言われてしまいました。レストランでテイクアウトした場合、ここで食べてもいいそうです。ドッグランまで宿泊施設の間を歩いていきます。緑が全くありませんが、今芝生を養生中だそうです。宿泊料金は2人利用1泊2食付きで5万5000円からだそうです。1人で利用しても数万円かかるそうです。ホームページで予約状況を調べてみましたが、平日は結構空いてるみたいです。福岡でこの値段はちょっと厳しいかもしれませんね。市場調査はちゃんとやったんでしょうけどね。2、3年で撤退とならなければいいんですが。アスレチック施設が見えてきました。高さ約17メートルのアスレチックタワーで92種類の絶叫アトラクションを体験できるそうです。名前をシードラグーンというそうです。料金は一番上にある天空回廊展望台が1回500円だそうです。アスレチックコースは60分大人が3500円、子供は2500円だそうです。すぐ横の水族館マリンワールドの料金よりも高いってどうなんでしょうね。展望台へちーちゃんと一緒に登りたかったのですが、ワンコ同伴はダメだそうです。一通り見学したところでドッグランへ入ります。
フリーエリアは随分広くなっています。名前なんて言うんですか？あ、チータ。ピータ。ピータ。ピータくん。はい、チーちゃんです。道路際までフリーエリアは拡張されています。名前なんて言うんですか？ジャムって言います。ジャムくん。ジャムくん、ジャムくんおいで。お利口やね、来るね。飲食ができるくつろぎエリアは以前より随分狭くなっています。では、また。